レバノンポンドはレバノンの通貨。通貨の補助単位はピアストルだが、現在は使われていない。第一次世界大戦まではオスマン帝国領であったため、この地域ではトルコリラが使用された。大戦中にイギリスに占領されるとエジプトポンドが流通したが、大戦後にフランスの委任統治領となるとシリアポンドの発行が始まり、1ポンドイコール20。 フランスフランの固定相場制を取った。これはシリアとレバノン共通の通貨であったが、レバノンでは1924年から独自の硬貨を1925年から独自の紙幣を発行するようになった。当時はまだシリアポンドとの互換性が保たれていたものの、1939年には完全に独立した通貨となった。1941年、フランスが ナチスドイツに敗北すると、レバノンポンドは8.83レバノンイコール1イギリスポンドのレートで英国ポンドにペックされた。1949年にはフランスフランとの固定相場は放棄された。1975年から1990年の間、1ポンドは3アメリカドルの価値があった。2006年、レバノンポンドは1アメリカドルイコール1507.5ポンドの レートに固定された。2020年3月、レバノンは内戦時にさえ起こらなかったデフォルト状態に陥った。このためレバノンポンドは暴落し、同年6から7月頃の闇レートで1ドルが8000、レバノンポンド町に急落した。レバノンの最初の効果は1924年に発行されたニカルシュとゴカルシュである。その後、1、2、2.5、5、10、25、 50カルシュ硬が発行された。1952年から1986年の間には1、2、5、10、25、50カルシュと1ポンド化が発行された。1986年から1996年までは硬貨は発行されていなかったが、1996年に50、100、250、500ポンド化が新たに発行された。 レバノンの最初の紙幣は1925年にシリア大レバノン銀行によって25カルシュから100ポンドまで発行された。1939年には銀行はシリアレバノン銀行に変更された。この年250ポンド紙幣が発行された。1942年から1950年までの間、5、10、25、50カルシュ紙幣が発行された。 1945年以降、シリア・レバノン銀行は両ポンドを区別するため、レバノンポンドの名を紙幣に印字し始めた。1964年には、発券業務はレバノン銀行へと移った。1980年代のインフレーションにより、紙幣の価値は大きく目減りした。ありがとうございます。